クシーのドライバー不足の解消などに向けて国が導入を進める日本版ライドシェア。一般のドライバーが自家用車などを使って有料で人を運ぶサービスのことで、県内で初めて明日から始まります。来ました、来ました。こちらがライドシェアの車両です。日本版ライドシェアはタクシー会社の管理の下でサービスが提供されます。本来は一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶ仕組みですが、今回静岡市の静岡光タクシーでは会社 OB に運転を依頼し専用の車両を用意しました。国の許可を得て県内では初めて明日から運行を開始します。どうやって配車を依頼したらいいですか？はい、まず目的地から入れていただきますので、このどこへ行きますかの画面から目的地の入力選択をお願いいたします。スマートフォンのアプリから配車依頼がドライバーに送られマッチングする仕組みです。利用できる時間帯は金曜日と土曜日の午後4時台から翌日の午前5時台までです。地域の暮らしを守るために何ができるかなっていうのをやっぱり考えたときに、今チャレンジするべきだ。そこにその自分たちがチャレンジする、タクシー業界がチャレンジする姿勢を見せることで、業界の若い仲間たちもついてきてくれると信じているので。この日本版ライドシェアはタクシーのドライバー不足の解消を目指し、今年4月から導入が始まり、全国に順次広がっています。